北朝鮮が弾道ミサイルを今年連発で日本海に撃ち込んでいます。潜水艦発射型ミサイルの実験も行い、米韓で緊張が高まっています。今回は北朝鮮の弾道ミサイルや巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。潜水艦型や弾道ミサイル以前よりも飛距離や性能が高まっているように感じますが、潜水艦はポンコツです。北朝鮮の核実験など、日本周辺の脅威が高まります。潜水艦はポンコツ。2022年10月14日の深夜、北朝鮮が首都平壌の近郊とみられる陸上から変則的な軌道を描いて飛翔する短距離弾道弾とおぼしきミサイルを少なくとも一発発射し、日本の EEZ、排他的経済水域外の日本海に着水させた模様だ。今回の短距離弾道弾とおぼしき北朝鮮のミサイルは、最高到達高度がおよそ 50km、飛翔距離がおよそ 650km ほどと見られ、幸いなことに、これまでに航空機や船舶等への影響は生じていないと報じられている。北朝鮮による各種のミサイルの発射は、今年2022年は、これまでの累計で、実に27回にも上っており、1から3月に11回、4から6月に6回、7から9月に4回、そして、この10月に入り、すでに5回と、ことに、先月9月末からの頻度の増加が著しい。この9月末から、北朝鮮のミサイル発射が増加した背景には、アメリカが2017年以来5年以上ぶりに、原子力航空母艦を中核とする空母打撃群を朝鮮半島に派遣、韓国軍や海上自衛隊との合同軍事演習を行ったことが大きいとみられる。しかし、アメリカが原子力航空母艦であるロナルド・レーガンらの空母打撃群を派遣したのは、北朝鮮が核実験の再開を期としている可能性を察知したためで、それを抑止するための韓国軍らとの合同軍事演習だと考えられている。こうした状況を鑑みれば、先にアメリカ側が挑発したと見るべきなのか、逆に北朝鮮側が行ったと見るべきなのかは、意見が分かれる部分ではあるが、日本のごく普通の視点からすれば、北朝鮮を擁護する必然性は、薄いと言わざるを得ない。また、北朝鮮では、今月10月10日に、朝鮮労働党の創設から、77周年の記念日を迎えたこともあり、自国内に向けては、この記念日を祝賀する、行いの一環として、敵対国に対し、核弾頭を、搭載可能な各種のミサイルの運用能力を誇示する意図があったのだろう。ただし、この9月下旬からの北朝鮮によるミサイル発射の多発は、個々の事象におけるミサイルの性能そのものの印象を逆に薄くしている感も拭えず、北朝鮮の最大の意図が周辺国への威嚇なら、自ら注目度を下げてしまったようにも見える。そうした中でも、北朝鮮は複数の種類に分けられるミサイルを発射しており、その多くは短距離弾道弾と目されているが、中には水中発射型のいわゆる SLBM や中距離弾道弾も少数ながら含まれており、様々な分析がなされている。中でも、日本で最も大きく取り上げられたと思えるのは、10月4日に発射された日本列島の青森県の上空を通過したとされるミサイルであり、これまで確認された中でも、推定の飛翔距離がおよそ 4500km 以上と最長のものだった。この飛翔距離から今回使用されたそのミサイルは中距離弾道弾である火星12号型である可能性が指摘されたが、後に北朝鮮側が開示した映像によれば、先端の弾頭部分や機関部の形状に相違点があり、
さらなる改良型との見方も出ている。このクラスの中距離弾道弾となると、アメリカ領のグアム島やアラスカ周辺をも射程距離内に収めることが可能であるため、朝鮮半島にロナルド・レーガンらの空母打撃群を派遣したアメリカへの強烈な威嚇目的だと見さされている。こうした中距離弾道弾とともに、今回の一連の北朝鮮のミサイル発射の中で注目を集めたもう一つが、9月25日に行われたとみられる貯水池からの短距離弾道弾の発射で、SLBM を北朝鮮が運用可能な状態に近づけている恐れが見受けられた。多くの軍事専門家が、この貯水池からの発射に使用されたミサイルは、これまでにも確認されていた変則的な軌道で飛翔する短距離弾道弾 KN-23 の系統の元する見方が大勢を占めており、これを水中発射型に発展させたものとめされている。北朝鮮側が後に開示した写真によれば、確かに短距離弾道弾とおぼしきミサイルが水面から飛翔する様子が映されており、これを見る限りにおいては、北朝鮮が SLBM 運用で必須となるコールドローンチ技術を手にしつつあるようだ。コールドローンチとは、ミサイルを搭載した発射塔内では、そのミサイル本体の機関部による推進を行わせず、主として圧縮された機体によって、まず、ミサイルを空中へと打ち出し、その後に、本体の機関部に点火して推進させる手法である。これとは、逆にミサイルを搭載した発射塔内で、そのまま、ミサイル本体の機関部による推進を行うものは、ホットローンチと呼称されているが、この場合、潜水艦は、水面上に浮上しないと、ミサイルの発射ができないため、SLBM には適さない。当然のことだが、コールドローンチ方式は、ホットローンチ方式に比べて、確実に開発に要する技術力が高度であるため、本来は、北朝鮮のような程度の技術レベルの国が、独自に実現できる可能性は、極めて低いことは、言うまでもない。北朝鮮は、こうしたコールドローンチ方式の技術を独自に得たわけではなく、旧ソ連邦時代の1950年代から、1990年まで、ソ連海軍で使用されていた、ゴルフ型潜水艦を、1993年に、解体目的で入手し、同艦に搭載されていたミサイル発射艦から、得たと推測されている。ただしでは、今回の北朝鮮のコールドローンチ方式での短距離弾道弾の発射が、潜水艦から、行われたものかといえばそうではなく、実験用の貯水池の水中に設置された発射装置から放たれたと見られており、潜水艦での未運用は未だ行われていない模様だ。こうした点からは、北朝鮮が短距離弾道弾の発射のプラットフォームを多層化してきていることに関しては、警戒が必要とされつつも、限られた狭い特定の貯水池からこれらを運用すること自体には、大した脅威とは言えないとの意見も聞かれる。これは、SLBM を搭載した潜水艦の危険性とは、どこに潜んでいるのかが、事前に把握できない点が、最も重要な要因であることを示しているが、今回の北朝鮮の貯水池からのミサイル発射には、厳重な警戒態勢を敷いている、韓国側も気づけなかったとされる。その意味において、北朝鮮の貯水池からの短距離弾道弾の発射は、敵に攻撃の位置や事前の発射準備を知られることなく行われたことは間違いなく、旧式なゴルフ型潜水艦に改修を施すとはいえ、今後、それが海に出されれば、危険な存在になる可能性もあるだろう。まあ、通常の潜水艦からの SLBM の発射までの開発の工程を考えた場合、第一段階として、水上の専用船から発射、
第2段階として、水中の専用船から発射、最終的に潜水艦搭載のの VLS からの発射という流れであり、よく見ても、北朝鮮は、未だ第2段階に過ぎない。全くの余談ではあるが、故、安倍首相が凶弾に倒れた、不幸な事件から、旧統一教会の、様々な暗部が報道される事態となっているが、ソシウタ一連の動きの中に、ロシアから北朝鮮への潜水艦の払い下げの過程に、同教団関連の企業が関与していたとされている。これが、ロシアの潜水艦のフォックストロット型潜水艦と、県のゴルフ型潜水艦であるとされており、日本に進出した際には、反共産主義を掲げて、保守政党に接近していた旧統一教会が、ビジネスならば北朝鮮とも組むことを厭わない形だったと判明してきている。かつてのオウム真理も、ロシアから自動小銃や回転翼機まで調達して、武装蜂起に備えようとしていたとの情報もあったが、旧統一教会系の人物たちの行いは、国家レベルという観点からは、これを超える危険性すら感じさせる。ロシア・ウクライナ戦争では、通常戦力による戦いで、ロシアの劣勢が指摘される中、戦術核の使用も、単なる恫喝の域を超えて懸念されているが、もともと、通常戦力では、旧態化が否めない北朝鮮は、ロシア以上に、その暴発を警戒すべきだろう。